無限に広がる大宇宙を、今、ブンナグール星人は飛行していた。彼は宇宙の旅人だ。しかし、その旅を悲劇が襲ったのだ。<laughs> 突然襲った銃声が、彼を地球へと墜落させた。い、いて突然、俺を撃ってくるなんて。この星の連中マジで頭おかしいぜ。くそ。 向こうが先に殴ってきたというのなら俺も殴り返す権利がある人間ども皆殺しだおい腐れ宇宙人野郎貴様だな地球に勝手に侵入してきた宇宙人というのは俺が退治してやるぜ何おお前お前クソ貴様な地球人が先に俺を撃ってきた俺は墜落してきた被害者なんだんだと 話がおかしいな。俺はただ地球に落ちてきたあれをぶち殺してと命令されてきただけなんだ。話を聞いてやろうじゃないか。こうして、電子輪自慢は一部始終を確認した。おいおい、ぶんなぐうり星人。確かにお前が正しいな、それは。地球の役人に話を聞きに行こうぜ。俺がガードしてやるぜ。電子輪自慢は珍しく相手の話を聞いた。ここは地球国防省。 地球が宇宙から身を守るために設立した防衛組織である。おい、長官。話が違うぜ。俺たちをどうするつもりだあなたは黙って私の話を聞いていればいいのよ。邪魔をするなら電子レンジンあなたにも地球居住権を剥奪して宇宙へ去ってもらうわ。宇宙へ去るだぞ、おいクソが。てめえ言っていいことと悪いことがあるぞ。そもそもあれだ。

俺は地球の外敵ということになるお前を、ここで殴り殺す。結局俺たちは分かり合えないということか。分かり合えんさ。お前が余計なことしなければ、もうちょっと丸く収まったかもしれないのに、ね。うわ電子レンジマンくなんだこのざまは。長官が殺されておるではないか。あれかあるいは君が殺したのか違いますよ。副長官。俺は、俺は、 ただ電子レンジマン君君には今日限りこの地球防衛の任務を終えてもらうことになったなんだって私は地球大統領地球人の諸君いつまでも宇宙人に一方的にやられ可燃ヒーローたちに守られているそんな日常は飽き飽きしているのではないか この地球大統領が今就任したからには、これから地球は全宇宙の頂点に君臨する。邪魔な宇宙人どもは根絶やしにし、屈服させる。これが地球の真のあれなのだ。わあ、地球大統領が就任し、地球は今宇宙侵略へと向かっていく。